ですね、今回ですね、今日宅急便で届いた商品を紹介してみたいと思います。まずね、この3点セットはね、郵便物として届きました。こちらがマイクスタンド、こちらが、マイク本体が入ってるやつ、こちらがマイケーブルが入ってるやつですね、 XLR ケーブル。でこれは自作ポッピングレター、まあ、これは自分で作ったんですけど、まあ、これは中古で買ったやつ、安いやつ。これは普通に家にあったスピーカーです。まあこんな感じですね。まずこちらのケーブルを開けてみましょう。なんと素晴らしいことに、おお、10円切って、こんなのも10円じゃない、50円切って、これも普通にまあ入ったですね、まあ、ありがとうございます。メルカリで出品して方、出品していた方で、こちらが、その XAR ケーブル新品ですね。これはまあすごい使いやすそうですね。まあ耐久性が優れてればいいと思います。でその次はこれを、こちらを開けてみたいと思います。じゃあまず開けよう、よし、ハサミで。よし、あ、ダメだ、ちょっとここ来たな。よいしょっと、こんくらいでいいかな。じゃあ開けてみましょう。どうしよう、ここをまっすぐ、なんとかできる、あ、ここか。ちょっと一回置きます。では早速開けてみましょう。まずマイクスタンドが、まあ、マイクスタンドはこんな形になってます。筒状、ちょっと重いな、開くかな。いや、重い、すごい重い、1キロ以上ある、3キロ、4キロ、あーちょっとやばい、箱、あっとだめね、箱はちょっと下に下ろしてもらう。こちらが今回の品物ですね。すごいでかい、全長がこんなにある、こんなに、なんて言おうか、ちょっと開けてみましょう。こちらも開けて組み立てましょう。大事なところです。よいしょ。こちらも開けてみましょう。こちらも、よいしょ。傷。ちょっと色が、これ、ぶつけたのか。剥げてるけど、色が。ちょっとこちらが色が剥げてますね。見えるかな。あとたそう、これここ色剥げてますね。まあ安物の1700円のこのマイクスタンドなので、まあそういうのはしょうがないですよね。まあ一応組み立ててちゃんとしてるかの問題ですから。で付属のネジがついてる。一回ちょっと組み立ててみましょう。よいしょ。これはきついな。ちょっと。で、これはどこなんだ ?3。よいしょ。どっち向きだこれ。緩いなネジ。ほんとこれ厳重に扱わないと。プラスチックじゃないのは分かってるよ。鉄だけど緩すぎる、うん、最高の長さにしときましょう。最長の長さに。よいしょ。あとはちょっとこのマイクを
これをつけてみましょう。どうやってつけんだこれ。ん？つけ方わからないな。これどうやるんだろう。ちょっと。どこにつければいいんだこれ。困るね。どうやるんだこれ。あ、ここか。あれ、ここだっけ。知らねえ。知ら、あ、わかった。ここだ、ここだ。よいしょ。一回置く。よいしょ。ネジは緩いな、やっぱり。こんな形になりましたね。で、これをここに、ちょっと。大体こんくらいの長さですね。右はそうか。このカメラ内には収まりくらないくらい。大体全長3メートルくらい。いや、2メートル。2メートルありますね。この長さからすると。ということで、マイクスタンドを作りました。あ、わかりました。ということで、次はこちらの箱を開けてみたいと思います。マイク。では、開けましょう。サウンドハウスからいただいた、あ、購入しましたものです。サウンドハウス。サウンドハウスのモットーは心のこもったサービスでございます。お客様一人一人のために、早く丁寧正確な注文品の手配をいたしました。この度お買い上げで何かお気づきのことがありましたらどうぞお声を聞かせてください。サウンドハウスより。まあいい商品、いい商品だと願います。今度ね、ゆっくり開けましょう。さあ、さて、開けます。3、2、1、スタートじゃないですか。開けました。大事な箱詰めでやっておりますね。これは開けます。マイク、何が入ってるかな。オーディオテクニカかな。さあ、これが入った商品。オーディオテクニカ、まあこれですね、世界というよりは結構有名な商品ですね。オーディオテクニカ見えるのに、オーディオテクニカ2035、これはね1万5000円くらいです。すごい高いです。普通のマイクに比べるより、まあ、一応安いんですが、普通のマイクに比べるとですね。でもこれはまあ安い分に使えるかもしれません。そういう見込みを持って買いました。さて、開けましょうか。開封だ。あります。3、2、3、2、1、開かないぞ。開きました。で、これをちょっと見ましょう。ちょ、説明書が入ってますね。ご購入日より保証券か。今回の商品、これちょっと大事に扱わないといけません。もし何かあって売るという場合にもちゃんと売れるような状態で、これが今回の商品、オーディオテクニカ2035。素晴らしいですね。このパッドもついてます。これがカバーやケースですね。さすがオーディオテクニカ会社。中身は何入ってる。ショックマウントが入ってますね。変換ネジも入ってます。大事なやつ買わないと。これは結構貴重だ。まあ今回これが入ってますね。こちらはちょっと大丈夫かな。あんまり綺麗に触らないと。これはスポンジのやつでちょっと触っていただきます。まあ用紙とかもないですね。もう結構高かったので、絶対に落としたらアウトなので、さあ、こんな感じになってます。台湾、メイドイン台湾か。まあ、しょうがない。まあ、でもね、組み立てが台湾であったのか分かるんですけど、結構入れます。このように、ここに、ローカットとか、パッドがついてますね。オーディオテクニカ2035。
ごいですね、やっぱり回転しながら、よいしょよいしょ。企画はやっぱり合うんだな。もう部屋狭いんだよ、ここ。傷つけることないように、ちゃんと。あとはこれをちょっと温度じゃなくて角度を変えないと。硬いな、これ。硬い、硬い、硬すぎる。これこそマイクスタンドだ。素晴らしい。では、今回紹介したのは、この2点セットでした。これと、このオーディオティーチナー。ではまた、バイバイ、See you.